キノデンプレイヤーの皆様、おはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。僕ドラえもんです。本日は無課金美課金ドリーム突破商店の報酬獲得できますということでお届けしていきたいと思います。とその前に告知させてください。はい、こちらは最もお得な課金法ということで解禁がされておりまして、課金額の 15% がゲーム内で使えるクーポンで何度も何度も返ってくるという非常にお得な仕組みとなっております。こちらご興味をある方はこの動画の概要欄、もしくはこの動画の最後のサムネイルからご覧ください。はい、ということでですね、いやーもう、この本垢は終身パスと広告免除パスの美課金でやってまして、初日からなので3、4、5、6、もうそろそろ5ヶ月経とうとしているところですかね。はい、というところなんですけれども、ようやくですね、あの突破商店の起乗かな、はい、あの 30枚あるとあの100色スライム手に入る、あれですね、はい、あれがね手に入るというところになってきました。というのもね、いやこのねトラえもんは今ねサーバーこれ63だったかな、はい、あのねめちゃくちゃレベル高くて、そのプレイヤーの皆さんのね、その全然ランキング入れないんですよ。はい、1ヶ月待ったところで簡単にじゃあその突破エリアをね1回スキップしてやったところでランキング入れるか、そんな簡単でもなくて、結構ね戦略的にやってきました。はい、で結論から言うと、綺麗突破と異物突破、はい、この2つでなんとかやっていくっていうのが無備課金のポイントかと思いますね。はい、ということで、はい、これイベ順位報酬ね、綺麗突破イベントで第13位を獲得されましたということで、やりましたよ、はい、ゲット、このコインね、はい、2つゲットしましたというところで、今ねドラえもんコインが、はい、ちょうど左上10枚ですね、揃った、届いた、ようやく溜まったっていうところになります。はい、でね、まあこっから20、30まで貯めていくかっていうところなんですけど、うん、トラえもんはね、この10枚貯まった時点でこの剣か、この火炎車かな、これはね取ろうかなと思ってます。でこのウキウキもね欲しいけど、まあ斧なんでね、まあ、ウキウキ雲もなくていいとして、この100変スライムがね斧には一番いいんですよ本当は。ただねちょっと30枚はねハードルが高いのと、もう半年以上は絶対かかるなっていう感じなので、そうするとこの上の2つどっちか取っておいて、ステータスもね、はい、ちょっと上げておきながら、その駐機場ですよポイントは、はい、そこでねその奇遇報酬だったり、はい、を、いかにこう早くから多くしていくかっていうのがポイントになるかなというふうに思いますね。でじゃあ斧なんでね、トラモンどうしようかなと、風化にはね、いやいや、ダウン無視は斧には本当はいらないんですよ。本当はね。はい。で、あとこの剣もね、回避無視。回避無視もね、まあ、ないに越したことはないですね。はい。ないに越したことはない。はい。っていう感じです。なので、もうね、そのステータスの上がり幅で、どっちダウンがいいのか、ダウン無視か、回避無視かっていうと、まあ、どっちでもいいかなっていうのが正直なところですね。で、ウキウキ雲だと、攻撃乗算がついたりだとか、あとこの100変スライムで言うと、体力乗算もここがやっぱね、まあやっぱりねそうなるよねって感じで、本当はねこのウキウキ雲か100変スライムが手に入られたらいいんですけど、まあ、というのもね、そのトラもそのオートバイク、はい、あの騎乗はオートバイクの効果を発動するので、もうこのステータスアップだけいいんですよ、恩恵何得るかっていうのはね。そうするとまあ、10枚しかないですとなっていくと、まあ、やっぱりこの風化林か、もしくは、剣ですねのどっちからかしか選ぶしかないかなと。この追加騎乗技能、はい、これはね、トラウマにはあの、まあ、関係ないです、はい、というのも何度も言いますが斧なので、はい、斧の場合はキノコ層で取ったオートバイク の、その追加騎乗技能、はい、を発動していくってことなので、この剣もね、はい、あの前部基礎回心率とか回心ダメージが上がるは上がって、まあ、強いんですけど、ただ斧であればこの剣の、追加騎乗技能よりも、オートバイクの方が優秀ですということになってきます。なので、
まあ乗り物ってね、乗る乗り物、見た目と発動するスキルっていうのをそれぞれ設定できるので、まあ見た目は、この剣かもしくは風狩りにしておいて、発動するスキルっていうのをオートバイクにしようかなというふうに思ってます。はい、ということでね、もうこれはもう決めるしかないですよ。どっちにしますかという話になります。まあこれが指とかであればね、ダウン無視がいいと思いますよ。はい、間違いなく、はい、弓はダウン無視がいいと思う。でまあ巻きのこ系だと、まあでもやっぱダウン無視がいいかな。うん、あとはまあ浮き具も一番いいですけどね、巻きのこ系だと。ではい、これね、でもう決めましょうということで、そうね、ここで決めるしかないですね。この奇遇報酬、これの何、これの質によるかなっていう感じですね。まあ見た目はね、どっちも好きなので、で、この剣だと、このギアがね、手に入りますっていう感じですね。で、この風火輪だと、武魂水晶がいいね。あと、覚醒の書もついてくるので、まあ風火輪の方が、奇遇報酬っていう意味では美味しいかなっていうところですかね。はい、結構ね、で、まあ、最後の最後で見た目で決めましょうよっていうところになってくるとは思うんですけどね。はい、そう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 、こうカムイ寿司とかはね、そうそう、この他でも手に入るのね。となると風火輪かな。うん、やっぱり俺の覚醒の書と武魂水晶が手に入るのは結構でかいかなっていうところなんで、見た目もね、それも好きですよ。はい、ということで風火輪かな、はい、にしようかなと思います。はい、ということで早速風火輪を取ります。はい、取りますでですね、さっき言った通り無比課金の方はもうね、綺麗突破か、イブス突破、はい、これしかないです。はい、でその他のね、2日間の突破イベントはそもそも無理、もう課金の方が強すぎる。で、あと研究突破と武魂突破もね、これも課金者の方が強すぎるので無理。はい、なので、まあ、金属、あ、すみません、綺麗突破か異物突破を、まあ4ラウンドまでやりましょうね。4ラウンドはやりながら、それ以外をもう全部次に貯めるという感じですね。でランキングを見ながら、あ、ちょっとバトルしてみましょうか。はい、まあね、これで強さがリピーカーわけではないのでね、まあ、ちょっと格上の巻きのこの方っていうことになりますけど、ね、指掛けの方がいい感じにいけますよと勝ちました。はい、まあ、置いといて、はい、そうそうそう、ラウンド4まではやりながら、でそれ以外貯めますと。であとはランキングを見ながらですね、はい、あ、今回この量でぶっ放すと、20位とか10位以内入れそうだなっていうタイミングで解放するっていう形が、無比課金でこの突破焦点の、いわゆる報酬を獲得するポイントかなというふうに思います。とにかく異物突破であればね、まあ確かにステータスはね、上がるんですけど、ただね、基礎値が上がるだけなので爆裂に強くなるわけじゃないんですよ。なので異物突破は本当にね、1回スキップしても全然いいぐらいです。はい、で綺麗突破も同じですね。もうだって SSS で揃ったらもう回す必要、ぶっちゃけないじゃないですか、その SSS プラスが出るランクになるまでは。はい、そこに到達するために必要なポイント貯めればいいわけで、ということで戦力にまあ大きなね影響もないと思うので、この2つでねやっていくのがおすすめかなというふうに思います。はい、ということでですね、まあ美課金ながら、キノコスローでオートバイク、そして背飾りを手に入れつつ、今回ねこの風火輪も手に入って、はい、見た目も変わりましたよということで、いやー美課金でもね結構楽しく、まあ重、なんか重課金者っぽい感じじゃないですか、見た目。はい、楽しくやってますよという感じで、はい、ここまで来ましたっていうところになります。はい、ということで本日は以上です。またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。